初版の扉とペーター・シュレミールの肖像、ペーター・シュレミールの不思議な物語は、1814年に、刊行された、アーデルベルト・フォン、シャミッソーの中編小説。幸運の金袋と引き換えに、自分の影を失った男の運命を描く、メルヘン風の小説であり、ロマン主義文学を代表する作品の一つ。ジョージ・クルック・シャンクによる、シ絵主人公。 ペーター・シュレミールは金作のために、とある富豪の屋敷を訪れ、そこで灰色の服を着た奇妙な男を目にする。彼は、上着のポケットから望遠鏡や絨毯、果ては馬を3頭も取り出してみせ、シュレミールは驚くが、周りの人間はなぜか気にも留めていない。そのうち男がシュレミールのもとにやってきて、あなたの影が気に入ったのでぜひいただきたいという。シュレミールは躊躇するが、 望みのままに金貨を引き出せる、幸運の金袋を引き換えに提示され、取引を承知してしまう。金には困らなくなった、シュレミールだったが、しかし、影がないために道行きに出会った人という人から避難を受け、その日のうちからもう取引を公開し始める。彼は飯使いを雇って、 灰色の男を何とか探そうとするが、うまくいかず、一年後の再会の約束を信じて、温泉街に引きこもる。そこで、町娘のミーナに一目惚れし、影がないことをうまく隠し通しながら、王政を続けるが、結婚の申し込みをしようという時になって自分に、影がないことがバレてしまう。ちょうどその時に、約束の一年が過ぎて、灰色の男が現れるが、彼は、 シュレミールに影を返す代わりに、シュレミールの死後に魂を引き渡すことを要求する。シュレミールは春春した後に拒み、ミーナは、シュレミールを裏切った召使いの一人と、結婚してしまう。今や、悪魔だったことが分かった灰色の男を振り切り、シュレミールは幸運の金袋も財産も捨てて一人、放浪する。ちょうど靴を履き潰してしまったことから、 なけなしの金で古靴を購入したところ、偶然にもこれは一歩で七里を歩くことができる魔法の靴であった。シュレミールはこの靴を利用して世界中を飛び回り、自然研究家として新たな人生を歩むことを決意する。物語は主人公、ペーター・シュレミールが友人にシャミッソーに当てて自分の反省を記すという形をとっており、 作品の合間に時折シャミッソーへの呼びかけが差し挟まれている。最後は自然研究家として充実した人生を送っていることをシャミッソーに伝える言葉で結ばれている。シャミッソーは1813年にベルリンの友人ヒッチヒタクに滞在する間彼の子供たちにせがまれておとぎ話を作ってやりその時の話が小説の原型となっている。シャミッソーは 友人、不景に、作品の原稿を託し、シャミッソーが、ロシア派遣の北極探検隊に参加していた1814年に、不景によって刊行された。これらの戦いは物語に伏せられている。シャミッソウ、不ヒッチヒ悲観の手紙にも記されている。また彼らの共通の友人である、E.T.A. ホフマンがこの作品に影響を受け、共像をなくした男の物語、 大晦日の夜の冒険を執筆しており、このことも上記の手紙で触れられている。ありがとうございます。